こんにちは。こんにちは。何回かぶりか忘れましたけど、また今日もよろしくお願いします。はい、中京スポーツの清水記者です。まあ、うちのね、すごい狭い世界の話なんですが、ね、清水記者の大先輩の、超人さんと言われた先輩がね、ちょっと、お亡くなりになられましたんで、はい、まあ代わりといってはなんですけども、ちょっとね、清水記者には、弔い合戦じゃないですが頑張っていただきたいと思って、はい、出演をお願いしました。はい、まあ、穴親子もやってましたしね。そうですよね、はい、そうですよね。そういう意味でもね、はい、まあね、皆さんあんま知らないですけど、ボールドエンペラーにね、二重丸を打ったりして、はい、ね、こちらではなかなかね、人間関係もね、深いと思ってたんですが、はい、まあ清水さんもね、それに答えてくれるようにお願いします。はい、頑張ります。はい、それですが、ちょっとね、今年はいろいろ難しそうな、そうですね、マイルチャンピオンシップになりました。はい、まあね、はい、そのね、滝豊のいろいろ件とかもありましたが、はい、まずはその清水記者の本命を教えてください。はい、本命、マルターズ・アポジーにしました。関東馬なんですけどね、まあね、はい、見てないのは仕方ないですけども、はい、まあただね、関西圏でもね、あの小倉来て走ったりとかしてますし、はい、もう皆さんおなじみのね、馬と思います。はい、まあ、これを本命にしたっていうことは、はい、まあそうですね、ポイントはクロコスミアですね。先週の、はい、ね、あの清水記者はそこに本命をね、はい、打って、勝ち馬2本目ってそこに抜かしましたからそう、ね、まあ、逆に印象強いというか。なるほどね、はい、そうかそうか、まあ、逃げていなかったですけど、うん、まあ、結局前行ってなんとか踏ん張って2着確保で、まあ、モズカッチャーもある程度の位置にいましたし、はい、で逆に外から飛んできたミッキークイーンがまあ届かず3着までということで、うん、やっぱり今の京都、こう、なんて言ったらいいんですか、大外分回し系、まあ、今回人気の馬も結構いますけれど、ね、しんどいんじゃないかなっていうふうに思いました。あ、そういえばあの時もそうですね、あのクイーンスプマンで勝った、おー、そうですね、あれ、まさにあのエリザベスの時の翌週のマイルチャンピオンシップも確かマイネル・ファルケが、なんかそれを言った瞬間になんかちょっと怪しい気もするけど、はい、2着逃げ粘ってましたから。そうですよね、まあ、はい、そういう傾向が京都続きやすいということでしょうしね。はい、そうですね、まあ、前走も58キロ背負って前行った馬がもう総崩れの中4着なら、ね、1戸田さんの前4着でしたから、そうですね、よく踏ん張ってると思いますし、はい、まあ、平坦京都に変わるのも大きなプラスですし。そうですよね、1キロ減りますよね、確かね、はい、肥料、はい、軽くなるんです。はい、そうですね、はい、そういうのもかなりプラス、本当にいい材料しかないんですよね。はい、まあ、結構穴人気はしそうなんですけど、穴人気はしそうですけどね。いや、まあね、まあ、それは仕方がないですからね。はい、でとなると、その展開、相手関係っていうのは、やっぱりじゃあ、そうですね、人気どころで、まあまあな位置って言ったら、やっぱりエアースピネルかなっていうことですね。そうですね。はい、で、まあ、そんなにね、多分こう、仮に離して、ウィンガニオンとかダノンとか、うん、このマルターズのあたりがガッといったとしても、それ以降の集団って、逆にもう、やらせとけいいなぐらいな感じで、結構落ち着いちゃうようなパターンが、まあ 多いんじゃないですかね。はい、しかもこのね、アラジンだのレッドだのいるんで、はいはい、そうなった時には、あ、今エアスピネルでしたっけ、まあ、でもマルターズ美味しいんじゃないかなっていう感じですね。そうでしょうね、はい、だから、まあ、ある程度い、まあ、行った行ったっていうのもちょっと極端だけども、そういう形があるかなと、はい、ね、はい、だから一応ウィンガニオンも、まあ、完全夏限定の馬だなと思いながら一応白は回しておきました。あ、そうなんですね、はい、はい、担当の方は右回りがあってちょっとね、不安には。あ、そうですね、右回りもそうですね、そうですけどね、夏の左でっていう、あ、そうか、まあ、でもやっぱそういう前、それでも前行くっていうアドバンテージは大きいと、はい、そう思いました。そういうことなんですね、はいはい、なので一応、まあ、サドナージーも印回しましたが、これも白までにしときました、ね、おお、はい、随分思い切った、まあ、でもそれぐらいね、はい、ちょっと波乱の要素の多いマイルチャンピオンシップかなと。そうですね、まあ、超人さんに褒めてもらうにはそれぐらいのガズンとしたのを当てないと、はい、ダメかなと思いました。はい、うまくまとめてくれました。ありがとうございます。はい、どうも。また皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、どうも。